ははいこんにちはレトスノーノです個別指導の1月の割引価格が明日までとなりましたもし今年で達見を終わらしたいというのであれば是非私にお任せください今年はあなたに合格していただきたいと思います 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。またこの動画終わった後に個別指導の概要の動画をリンクで貼っておきますのでそちらもぜひご確認ください。では問1に入ります。A 所有のコーチは袋地で A が所有していない周りの土地を通る通路を解説しなければ行動に出ることができない場合についてコーチが A 及び C の共有地の分割によって袋地となった時には A は C が所有する分割後の残余地にしか通路を解説することができない。ルか×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは○ですね。共有分割によって生じた袋地の所有者っていうのは、共有分割の残余地、つまり分割による他の分割者の所有地しか通合することができないんですね。 つまり A は C 所有の土地しかツールを解説することができないということになります。よって答えは○です。で、今回の問題の解説については別途動画を作りましたので、ぜひそちらご確認いただければと思います。今回の問題の解説動画と効率的な勉強法についてお伝えしております。で、これについては最後に動画リンクさせておきますので、そちらご確認いただければと思います。 この解説を読んでどういったことかわからない方はぜひですね、最後の動画をご覧いただいて理解をしてください。理解学習こそ合格への一番の近道です。で問い2です。手付金等の保全措置ですね。宅建業者である売り主は、宅建業者でない飼い主との間で建物の売買契約を締結した。当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2200万円であった場合、売り主は 当該建物を引き渡す前に、飼い主から保全措置を工事内で手付金100万円を受領することができる。丸か罰かということですね。で、まず確認すべきところはここですね。売り主は宅建業者で、飼い主は宅建業者じゃないという部分ですね。なので、ハッシュ制限が適用されます。で、建物が建築工事の完了後って書いてあったので、これは完成物件ですね。完成物件。ということは、 代金の10%を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要だということになります。じゃあ、代金の10%っていくらなのということですよね。え今回の問題では代金2200万円なので、10%は220万円です。え従って、手付金今回100万円を受領する場合って書いてあるので、100万円っていうのはえこれ超えてないですよね。220万円超えてないので、保全措置は不要です。 したがって問題文の保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができるというのは正しいですよね。まあ、従って今回の問題は丸になると。丸ですね。ということです。まあ、これは基本的な問題なんで絶対解けるようにしておきましょう。では問いさんです。高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、 建築物の高さの最高限度または最低限度、かっこ、え準都市計画区域内にあってはえ、建築物の高さの最高限度、これを定める地区を言う、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。高度利用地区っていうのは、高さの最高限度または最低限度、こういったものは定めません。高度利用地区は、容積率の最高限度または最低限度を定める地区です。えちなみに、 高度利用地区というのは現状、道路整備等が進んでいなくてまた、用途地域の指定によって高層の建物が建てられない区域だけれどもこれから発展させていこうという場合に高度利用地区を指定して道路を整備し巨大で高層なビル群を作って街を活性化させていくための地区です。 で、トイ1の命通行権の問題は左の動画をご覧くださいえ。個別指導の概要については右側の動画をご覧ください。で、個別指導のお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL がございます。個別指導の値上げまであと1日となりましたので、今年絶対合格したいという方は一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう